来年再来年のキャッシュフローと相談していくっていうのが一番折り返し資金の考え方の正解が導けることなんだろうというふうに思いますね。熱血コンサル基礎産業。会社を経営して20年が経ちますが、いい時も悪い時もあり、金融機関と様々な取引をしてきました。初めて銀行から融資を借りて、会社の規模が大きくなっていく中で借り入れが大きくなってきました。売上は伸びているんですけれども、借り入れも大きくなって、最終的にちゃんと返済できるのかというところが不安になっていましたが、銀行さんからは返済した分の折り返し融資も積極的に提案があり、最近では折り返し対応をしてもらえるうちは借り入れ金もある意味資本的な意味合いもあるのかなというふうに考えています。このような考え方はいいものなのでしょうか。いいかどうかっていうと、まあでも最近は草加さんなんかも言ってるけど、債務超過になってる時はそこの貸してる部分の債務超過分ぐらいは資本として見てるっていうケースがあるよね。でもこの会社の場合は自分のところでやっぱり資本超過なんでしょ、いうふうに考えると、その融資は融資だよっていうことになるよね。1年間の返済が5000万あったとしようか。そしたらその中で利益がまあ2000万例えば残ったということになると、5000万の返済に対して2000万円は自分のところの資金繰りを利益で何とかしましたと。あとの3000万円は減ってるわけだよね。お金はぶどまってるんだけど減ってるっていう、減った部分を折り返させてくださいっていう形になるってことだよね。折り返し資金3000万を入れることによって5000万円がずっと残っていくみたいな、ね、こういう考え方が一番ベストだよね。銀行に資金繰りを全部頼ってないっていう考え方だよね。だからキャッシュフローの考え方とそのバランスシートの考え方っていうのは基本似て非なるっていうところがあるから、この辺をちょっと要注意先目線の会社っていうのはよく見とかないといけないってことだ。保証協会付き融資で、実践でこう保証協会の人らと話しするとき一番出てくるのはここだよ。長期の返済が進んでくるじゃんか。そうすると、その全部が全部自分ところの資金繰りを全部押し付けてくるんかどうかっていうところを見とるんよね。例えば5000万、まあ資金繰り穴開きますと。ほんで今年は例えば2000万円の赤字でしたって言ったら7000万いるってことでしょ。その去年のキャッシュポジションから見る、現預金から見ると7000万減っとるってことだよ。5000万折り返しましょうと。だけど2000万は頑張って自分ところが少ないしゼロにしてくれんといけんよねっていう考え方よね。で、まあ2年目は、例えば、もっと経営改善して、販管費を削減したりとかしてさ、もしたらまあ1000万頑張ったと。ということになると、4000万を支援してもらえばいいっていう考え方になるよね。だから事業の継続性ってよく言うんだよね。この、かっこいい言葉で言うと、going concern でね。要は、その事業を継続していく上において、銀行って、やっぱりなきゃいけないものなんだよね。それはもう銀行員もよくわかってて、継続していく上において、じゃあその資金繰りの穴が開いたところをどういうふうな立ち位置で助けていくんですかっていうところが絶対大事になってくるんだよね。ここの部分の経営改善計画がしっかり書けるようだと、銀行からの融資っていうのはまず間違いなく出るというふうに思いますよね。銀行員が折り返しの融資を提案してくれるうちっていうのは、基本的には提案に乗って借り入れ金額自体をそこまで減らす必要っていうのはないんでしょうか。うん、ないと思うね。売上が次の年に下がる見通しにあるかないかだよね。売上が増えていくのであれば、基本は折り返しはしっかり受け取った方がいいと俺は思うね。なぜかわかる、これ借り入れのピーク残高がやっぱり減るってことはさ、減りっぱなしってことになると、なかなかそのピークまでこう戻していくっていうのは難しくなってくるんだよね。それ減らすのは一番いいんよ、儲かっとる会社は。だって資金繰り頼らなくてもいいっていうふうな、異性上先の会社みんな、まあうちもそうだけどさ、もう頼らなくてもいいっていうふうになってるんだけど、やっぱり基本正常先の真ん中から下っていうところと、あとその要注意先の上の方の会社っていうのは、大体その資金繰りに大体何かしらの穴が開く。だからそこの部分っていうのは、自分のキャッシュポジションって現預金の額っていうのは減らさないっていうことがまあ大事かなと思うね。で、実はこの相談最近うちめちゃくちゃよくあるね。コロナ融資で例えばまあ5000万借り取ったでしょうか。まあそろそろ返済が始まりますと。
いうことになると毎月の返済が60万とかってスタートするんだよね。でまあ当時はそのコロナで穴が開いてたから、まあ、2000万ほどは使っちゃったと。で3000万円ぐらいは残ってるんだけどっていうことだよね。そうするとその3000万円いきなり使うってことはないんだけどっていう。キャッシュフローが稼げてないと今後もまた折り返し打ってくれないみたいな話が出てくるんだよね。うちはそこをこうなんとかできるスキームっていうのを実は持ってるんだよね。これものすごい相談に来る今ね。実は噂が広がっててね、基礎産業さんってそういうスキーム持ってるんだよねみたいなの。だからまあ税理士の先生、提携してる税理士の先生とかからこれなんとかならんかってよく来たりとかするんだけど、うちもあんまりこうおぴろげにはやってないから、その時にはこういうものなんですよっていうのを教えてあげてはいるんだけどね。これ実はうちの持ってる商品群の中でむちゃくちゃよく売れる。だからそのぐらいその要は折り返し資金対応って大事なんだよね。だから自分のキャッシュフローと相談する、来年再来年のキャッシュフローと相談していくっていうのが一番折り返し資金の考え方の正解が導けることなんだろうというふうに思いますね。この先会社が長く続いていくっていうことを心の底から願っているっていう銀行の方もいるとは思うんですけども、担当者でいうと長くてもその支店に5年、支店長であれば長くても2年とか3年で転勤がある中で、将来的に貸金が全額戻ってくるかどうかという判断よりも、自分が支店にいる間に資金繰りが枯渇することがない、まあ、つまり条件通りに返済をしてもらえるっていうことの方が重きを置いてるんですかね。それだって預金ずっと持っとったままね、加算買ったら儲からんのだから銀行って。だから事業の継続していって発展していってくれるっていうことが一番いいことだよね。一人に貸したところに良くなってもらいたいとみんな思ってることだけは間違いないよ。だってね、どうにかなれ思うんだったら回収するじゃん。だけどやっぱりその借り入れがなくなるってことはやっぱり寂しいことなんだよな。関係性がなくなる。実を言うと銀行ってまあうちの会社もそうなの。うちの会社のお客さんなんかも全部そうなんだけど、関わることが商売なんだよな。だから普通の金融と他の業界の違うところっていうのは、物が売れるか売れないか、買ってもらえるか買ってもらえないかで丸かペケかが決まるじゃん。だけど金融っていうのは実は三角があるんだよな。どう関わっていくかっていうところがあるから。だから関わって生き続けないといけないし、そこが実を言うと、まあ儲けになるならないっていうところがある。だから銀行員ってやっぱ精神的に病む人も多いんだよね。関わり続けることにストレスを感じる人ってのもたくさんいるから、金利をね下げてくれとか保証人を外してくれとかいうことにも対応しながらやっぱり関わっていかないといけないっていうところがあるからね。でそんな中で、ね、でもやっぱりこう関わっていくことが儲けっていうことになっていくから、うちの会社だってそうだもん、やっぱり、うん、関わっていくことが儲けになっていく。だから同じ関わるんだったらいい関わり方がになっていきたいよね。お客さんも勉強して、うちも勉強してっていうことで一緒に発展していくってことが一番大事だよねっていうのが今日の締めの言葉になるんだよね。だから普段からね、やっぱりこういろんな人と関わっておくことっていうのは非常に大事だと思います。特に銀行なんかね、銀行に言えないようなことっていう、こうやってどうに言おうかみたいなようなこととかね、そんなことを聞く場っていうのを常に持っておく必要があるっていうのをいつも言ってるんですけども、うちの会社もそういうの実は持ってます。4人一組で、日頃の経営のこととか、そういうことに関して、まあ、情報交換したりとかするんですけども、補助金、助成金ですね。と、あと、まあ、今言った、異業種交流である、経営改善であるとかっていうようなところと。で、それと、あと、FC の本部になりたい人。で、あとは、SNS 自社集客をしたい人。で、あと、今さっき言ってた、予資運用の関係ね。いうようなところ、この5つのコースに分かれて、今クラスを設けてグループコンサルをやってます。で、1つのコースしか選べないんじゃなくて、こう全部見て回ることができますので、非常に有意義な時間になっていると思います。ご興味のある方はこの下の概要欄にリンクを貼っておきますので、お気軽にお問い合わせいただければと思っております。それで今資金調達悩んでるとかね、赤字体質からなんとか抜け出したいと思っているような方、
いらっしゃいましたら、この上の電話番号か概要欄にリンクを貼っておきますので、よろしくお願いします。事業保険代理店など、協業コースというメンバーシップを作ることになりました。お客さんのね、顧客の相談であるとか、顧問先のですね、そういったところも包括的に弊社と一緒に解決して、よりコンサル力をつけていきましょうというコースです。ご興味のある方は、この社の概要欄のその他っていうところがありますので、そちらからお問い合わせいただけると、こちらでちょっと一度ね、進め方についてもご説明させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。会社の資金繰り、資金調達でお悩みの方、補助金、助成金申請のサポートが必要な方、バックオフィスを任せて本業に集中したい方、お金の悩みは誰しもが持ってる悩みで必ず解決できる問題です。ご連絡お待ちしています。